合掌礼拝。今日は道元禅の言葉、堺野勝則先生のこの本から朗読いたします。息をしている自分を感じる。仏祖の鼻腔を借りて吸気せしむ。自分で呼吸できることの尊さ。金がなくては生きていけない。誰もがそう思い込んでいる。確かに金がなくてはどうしたって生きていけないのは事実だ。道元は、人が生きているためにはまず自分の鼻から出入りしている呼吸が最も必要であることを静かにしじみと考えなさいという。仏祖の鼻腔を借りて吸気せしむ。あなたの鼻は自分で作ったものか。あなたの鼻の穴は自分で作ったものか。自分が作ったものでなければ他人が作ってくれたものをお借りして使っているのだ。あなたの美しい鼻も二つの穴もあなたが母の体内で生育していた時に仏祖かっこ宇宙が作ってくれたものではないのか。自分は自分の鼻で呼吸をしている。人のお世話になんてなっていない。まあそれはそうかもしれないが、そういう考え方しかできないのでは寂しい。では仮に自然の空気がなくなったらどうなるか。みんな一瞬のうちに死ぬ。鼻も鼻の穴も呼吸も全部宇宙の生命の賜物なのだ。仏祖の鼻腔を借りて吸気せしむ。自分で呼吸できることの尊さ。息をしている自分を感じる。仏祖の鼻腔を借りて吸気せしむ。道元禅師。合掌礼拝。